平野仕様の最後のブログに込められた、できないと言われた、という悔しさ。2022年5月22日、キングプリンスへのメンバーである平野市用、神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太の3人が脱退し、平野と神宮寺がジャニーズ事務所を退所しました。この動きについては、平野が最後の日に更新したブログが注目を浴びています。 メンバーたちは5月22日にファン向けの会員サイトジャニーズウェブのブログを更新しました。23日前のギリギリのタイミングで更新されたのは平野であり、その内容が特に注目されました。平野は最後のブログになりますね、と始め、ファンへの感謝の気持ちを綴りましたが、その中で驚くべき一節がありました。 平野は続けて、明日からキングプリンスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいよなと、かきこジャニー、北川氏に向けてジャニーさん、ごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。簡単ふ。もし天国であったら怒られるんだろうなしょう、と綴っています。この、目標。 とは、おそらく、ジャニー氏との約束であった世界進出のことを指しており、その達成をめぐる藤島ジュリー稽子社長との確執を案に認めるような内容であったため、ファンたちは騒然となりました。退場メンバーのブログは22日を最後に削除される予定でしたが、平野が最後の瞬間にこの発言をしたため、ただできないと言われたら仕方がない。 というハッシュタグが拡散されることとなりました。週刊、文春によると平野は2022年初めからグループの活動方針について藤島ジュリー恵子社長と何度も面談を申し込んだと報じられています。がび重なるドタキャンに会いなんで一人で来るの仕事の話なら五人できなさい、と言われたり、改めて五人で面談を申し込んでも繰り返しドタキャンされたとされています。 そして9月になってようやく面談が実現したものの、ジュリー社長は真剣に話を聞こうとしなかったとのことです。平野は昨年5月に発売された、毎夜上のインタビューで、決意表明みたいなことしていいですかと、問いかけようやく動き出せる準備ができたやっと僕たちの本番が始まる気がしていると語りました。 その後、2022年に海外進出を目指して動き出そうとした平野ですが、事務所からの反対にあい、ジュリー社長に自家断しようとした際には無視されるなどの経験をしたとされています。したがって、平野のブログにある、できないと言われたら仕方がない、という表現には、彼の怒りや悔しさが込められていると、ファンの間で広く受け止められました。 しかし、事務所側は平野の発信を無視しようとしているようです。このメンバーのブログ更新については、様々なメディアが報じていますが、オリカンニュースは、キンプリ5人最後の日にブログで感謝と思い続る平野市を、またね、ティアラというタイトルでファンへの感謝の部分のみを取り上げています。これに対し、ファンからは大事なところが抜けてると思うのですが、 ックアップするのここじゃない、できないって言われたってところ書いてよから、といったツッコミが殺到しました。芸能記者は言います。テレビ局のニュースメディアやスポーツ紙なども似たような内容を報じていましたが大半がただできないと言われたら仕方がない。簡単という部分をスルーしていました。 一部のメディアは取り上げたものの、中立的な報道に留めており、そのニュアンスに触れることはありませんでした。オリカンニュースはジャニーズ事務所との関係が以前ほどは近くないものの、ジャニーズにとってポジティブな記事をツイッターのプロモーション枠で宣伝することもあります。これにはジャニーズ事務所からの執行が背景にあるとされています。要するに、 ジャニーズがお金を出して宣伝を行っているわけですね。そのため、オリカンニュースは平野のジュリー批判と受け取られる部分をチックアップすることはなかったでしょう、と語っています。平野は最後に、またどこかで会えたらいいね、またね、と綴っています。次は、できる、環境に移り、再び彼の活躍を見ることができることを期待したいと思います。